インを打っていく攻めっていうのは、まあ一見はねあるように見えても実はね、受ける方もこう戦力が整うので。皆さんこんにちは、日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたします。はい、それでは対局の方を振り返っていきたいと思います。今回私は後手番ですので、将棋を対局編の動画に比べてですね、戦後は逆になりますが楽しんでいただければと思います。今回相手方先手7六歩3四歩2六歩、それですね、私が4四歩とつきまして、4八銀に4二銀、5六歩。そうですね、ここまで、まあ先手の方の居飛車はね確定的にですね、飛車先の方ついてるんで居飛車戦法で、私の方はですねここで4三銀と上がって、まあ、飛車を振るような3二飛車で4二飛車ともあればですね振り飛車将棋になるところですね。本局私は3二金と上がって矢倉をね目指しました。3二金に対して、先手5八金5四歩に、まあ、5七金と6二銀6八銀だから5二金、そして7八金4一玉に6四と。そうですね、まあ、お互いにこうカニ囲いに組みましてね、まあ居飛車相居飛車が決定したのでね、まあ、スムーズな駒組みではあるんですけれども、まあ一手ね先手がこう5七銀と早めに上がったのが一つね、この将棋のね、まあ、序盤の、まあ、ちょっとしたポイントになります。この後ですね、はい、実戦はこの後、4三金、2五歩3三銀に、まあ、4六銀と出てね、まあ、急戦の形に組んでいったんですよね。このですね5七銀がポイントといったのはどういったところがポイントかといいますと、まあ、銀がですね、私のは銀上がってないんですけれども、この銀が下の方がですね7七銀から7九角という使い方の時に角がスムーズに世に出せるんですね。まあ、例えば3六から3五歩としてみたり、4六に、まあ、角が出て後手の攻撃陣を牽制したりと、まあ、このように銀上がってる形がね悪い形というわけではないんですけど、こう上がってますとね7七銀から7九角と紙に引いてもちょっとね角と銀の形が重複しますので、まあややね作戦の幅が狭まると。まあ、基本的には銀がこうやっぱ4六に出てくっつかうっていう形になってですね、先ほどのように4六に角が出て戦ったり、3五歩同歩同角から一歩持って戦うといった、指し方がやりにくいので、まあそういった意味でね、5七銀と上がってる形が、まあ、若干序盤のポイントだよといったのはそういったところですね。で、まあ先手方も非常に強い方なので、2五歩、3三銀4六銀とね、まあ、銀を上がった形を生かしてね急戦の形にしてきましたね。はい、それに対して私は3一角と引きまして、3六歩に8四歩とつきました。はい、ここでね3七桂と飛んだんですけれども、私の方はね銀が5三に上がっていないので、例えばこれ3五歩同歩同銀という同銀というのがね、まあ非常に一般的な考えられる先手の仕掛けなんですけれども、こう言いますとね6四角というのがいい反撃なんですね。この角が6に出て先手の攻撃陣を牽制する形というのは、まあ、この矢倉戦におけるもう非常によく出てくる、まあ、受けのパターンなのでぜひ覚えていただきたいですね。これで飛車取りなのでね、まあ、飛車が寄れば、まあ、飛車ね何も取られはしないんですけれども、これなら3四歩と打っておいてもね、こうなんていうんですかね、角が出ないで3四歩と打っちゃいますとね、銀が引いてくれればいいんですけれども、2四歩という手筋がありましてね、同歩同銀という斜め棒銀でこう攻めの銀と守りの銀を交換するような、手段が生じています。ただですねこう角を一発、出ることによってですね、まあ、この瞬間に2四歩は飛車取られちゃいますし、まあ、飛車がね先ほど言った夜場3四歩と打って、今度は2四歩にはね堂々と銀取っちゃえば飛車がいませんから無理筋ですねと言って3四歩に、まあ、銀を下がればですね一局なんですけれども、どうですかね、この1八の飛車は非常にちょっとこう使いにくいというかね、気分がいいですよね、後手の方はね。まあこれならば先頭攻めを食い止めた形になりますね。またね、6四角に対して、まあ、飛車が縦に逃げればね、これは香車を取っといて、いくらね2四歩からとかね3四歩から攻められる手があるといっても、やはり実質の強度はね大きいので、これも後手が十分です。まあ、飛車取りが単なる飛車取りなんですけどね、この手が受けにくくて、
まあ、4六銀っていうのは一番実はね、まあ、後手だとありがたい対応ですね。こう引いてくれると4五歩とついて同銀ですと飛車が取れると、銀が下がれば3六歩という位置をかけると、ね、同銀なら飛車が取れる。これはもう、まあ、ゲームセットまでいかないです、まあ、ほとんどゲームセットですかね、まあ、駒得になっちゃいますからね、はい、ということで、まあ、残る手段としては、ね、4六歩と突くか3七歩と打つかなんですけれども、まあ、3七歩は、ね、見るからにちょっと悔しい手ですよね。せっかくこう歩を交換してたのにここに歩を打つんでね、まあ、具体的に言いますとこれ3六歩と追い打ちをかけられてもはっきり受からないような形ですかね。同歩ですと飛車を取られるし、歩を伸ばせば歩を成って同桂で3六歩でね桂馬取られちゃいますからね。なのであとはね、4六歩と突いて、これで耐えてれば、格下といいんですね、4六歩耐えてればいいんですけど、これもね、3四歩と打つ手がありまして、2四歩、今度は同歩同銀の時に、4六角というのがもうぴったりなんですよね。飛車取りで、銀を取れば飛車を取ってしまえばいいですし、飛車取りを、まあ、受ければ、角がこっち側に切れますからね、角で銀取っちゃえばいいということで、まあね、ちょっと変化がいろいろあって皆様にちょっと複雑なんですけれども、まあ4六に角を出る形、まあ先手で先後逆でしたら4六に角を出る形なんですけれども、角を出る形を作っておけばですね、まあそんな簡単に斜め棒銀で破られてしまうということは実はなかなかねないんですよね。ですので、まあこう角を引いて、ね、ここに出る形をイメージするってとっても大事です。まあ持久戦のね、まあアイアグラの時のね、まあ将棋村チャンネルのね他の動画でもよく言ってるんですけど、とにかくここに角を出る形、まあ実際に出なくても出ることを見せておくだけで攻めの大きな牽制になるわけですね。はい。まあもちろんこれがね、銀上がってると角が出にくい。まあ先手の先ほどの話と理屈は同じなので、なんとなくでね、こう銀上がっちゃうと角が出にくくなってね、攻められやすくなるということもあるのでね、ぜひこの辺、まあ地味なんですけど、お気をつけいただければなと思います。まあ実際はね、この8四歩に対して3七桂っていうのはね、まあこう6四に角が出て、6五、4五歩とかね、へこまされる手を、まあ、あらかじめ受けたんですけれどもね、まあ、これならば、堂々と8五歩とついて、まあ、今度は3五歩同歩同銀には3六歩とね、に入れてますので、まあ、6四角を見せ玉にすることで、まあ、3五歩同歩同銀の仕掛けを封じることができましたね。実際は 7七銀と上がったんですが7四歩そして6六銀、まあ、先手の方としてはね、3五歩同歩同銀が封じられたのでもう一枚守備の銀がね出ていきました。まあ、ここでは6六歩とついて角を引いてね、まあ、こう使っていくという順もあるんですけどね、かなりまあ時間もかかりますしね、まあ、引いたところでやはり銀がかぶっているということで、まあ、ちょっと使いにくいということで6六銀でね、角は引かずにこのままね斜めのラインで戦う順を選ばれました。そして私の方は6六銀に対して7三桂と、まあ、これ銀でねこういう形で組むでもあっていう、これがね善悪微妙ですね、まあ、有力な形です。実際7三桂からこの銀を追う順ですね、5五歩同歩同銀に5四歩と、まあ、丁寧に受けまして、6六銀に6四歩とね、この手が7三桂からの、狙いですね。こう突くことで銀を取っていこうということですね。はい、で先手は6八金右と固めまして6三銀、7九玉にそして6五歩とね、この手が期待の一手ですね。銀をね5七に引かせましてね、はい、でまあ、ここでね、まあ、一応先後手としては一歩は持たれましたけれども、まあ、なんていうんですかね、攻め込まれるような展開になってないんで、まずまずの展開ですかね。まあ、ここで、7五歩と突きました。ここはまあ8六歩同歩同角と、まあ、こちらの方を交換して引いておくような手もあるところですね。実際は7五歩と、まあ、このね、まあ、8筋7筋保険、このね先手は角を通すためにこの辺りが薄いので、そこを後手としては突きたい、同歩同角と、進みました。そして、先手はね、9六歩と突いて、9四歩に、まあ、7六歩と打ったんですね。まあ、この手もね、まあ、打ってもちょっとこう支えがないところなんで、ね、あまりちょっと不安な手なんですけど、ただここに空いたままですね、桂馬を打たれると桂馬を打たれたりとか、あとはこの銀がね、動けないんですね、角流れちゃうんでね。なので、こう、こう位置の角をどいてくださいと、こう打ったと。そして私は9六四角と引きまして、あ、そうです、8六歩とついたんですね。そう、6四角と引いといても十分の形でね、これ対局中と言ったんですけど、こう引いといても、まあ、まずまずの状況ですね。8六歩は、より欲張った手ですね。はい。これはですね、ちょっとリスクがあるんですけど、まあ実戦のように、同歩、同角、8七歩、6四角となると、これでちょっと不思議な手順なんですけれども、マジックな手順なんですけど、この時に、まあ黙っていくとこの場残るんですよね。今のように、まあ本当に8六歩、同歩、同角、8七歩、6四角といくと、
この歩がね持ち駒に乗る感情になるのでねテクニックなんですね。ただリスクがあるというのはこの時に角取られるというかね一応、まあ、当然ながらあるので8七歩台となって、まあ、これで、まあ、大丈夫かどうかというですね、まあ、これも角が取れれば駒の損得なし、まあ、同金同飛車ないとなれば、まあ、角と金の交換なんですけれども竜ができてるんでね、まあ、どうですかね。私の方もこれ指してる時は王様が場外なんで、まあ、不安もあるなって話しましたけどやっぱり竜が大きいですかね、まあ、7八金に、どうですかね8四竜とこの後引いといて、まあ、後手もまあまあ戦えますかね。まあ、先手もね角を取っても有効な場所に打てないと、なかなか戦いにくいということでね、まあ、ちょっとねやはり竜が大きいと見て、まあ、実戦はまあ8六歩にね同歩と、まあ、これですと、最初に言ったように同角8七歩に6四角でね、まあ、歩は1歩持ってたんでこれ得しましたね。少しね、わずかな得ですけれども、で5六銀と立ちました。まあ、ここは難しいですね。長考になりましたね。実戦は7五歩から動いていったんですけれども、まあ、3五歩とここ突く手もあるんですね。テステスしてね同銀なら桂を取り、やはりこの角の位置が強力なんですよね。ただまあこの場合飛車浮かれてて意外と大変ですかね。7六3六歩に同飛車、まあ、ここで同歩で歩打ってるみたいなねこういうような感じで、まあ、桂馬を攻めれればいいんですけど飛車浮いて受けてこられて、うん、まあなかなか難しいかもしれません。まあ、実戦は7五歩と合わせたと。まあ、ここは先手も分かれ道でね同歩同角で、まあ、何か角成を受けるようでもあったんですけれども、もう5五歩と攻め合いできましたね。そして7六歩に5四歩と、まあ、この歩の取り込みもね玉頭ですから非常に大きくて、まあ、この手がね終盤生きてくるんですけれども、まあ、ただこう先手としてもね銀2枚と角でもなんとかこう中央で手になりそうな感じなのでね、まあ、お互いに主張があるような局面でしょうか。5四同銀と取った手に対して5五銀、直とね、あ、それ5五銀右とぶつけてきたんですね。この手はまあ銀が上がってた効果ですよね。銀が下ですとこれ以上進めないんですけど、こうね頑張って銀を2枚ね数の攻めですね。はい、そして私の方は、同銀。ただここでですね実際同銀だったんですけど同角もあったと思います。まあ実際の時も言ったんですけど同角と応じて結局ですね、まあこういう時にどっちで取るかって多分迷われますよね。迷うんですけどこういう時の指針はまあ一つには、まあどちらの駒はね、例えばから角交換などを考えて、こっちの角とこっちの角、どっちが働いてるかって考えるのが一つの、まあポイントで、まあやはりね、この角がこう王様の、なんていうんですかね、入場する壁のところ、壁になってるんでね、そういう意味でこう角を出てしまって王様がね、入りやすくしちゃうっていうのも有力だったかなとは思います。で、まあもちろんこの角がどちらが働いてるのかなという他にですね、もう一つ大事なポイントが、交換した後にね、相手の番になるんですね。これね、角で行くと、同角同銀で、まあ、先手から見ると、この瞬間に後手の番、相手の番になるので、この瞬間にこの角をね、いいところに打たれちゃうと、せっかく角交換してもね、先に相手主導権に切られちゃうんで、ただまあ、この場合ね、ちょっとまあ、いろいろ、こことか、まあ、こことか、まあ、怖い筋はありますけど、まあ、自分の場合はね、ここに角を王手するようなでもありますから、まあ、こちらの方が良かったかもしれないです、結果的にね。実戦は、まあ、同銀とね取って、まあ、当然同銀も普通の手なんですけどね。ただ7五角と出てどうですかね、この角の方がこの角よりちょっと働いてるかなって感じになったんで、ちょっと怖くても角でぶつけちゃった方が良かったかもしれないです。実際はここで2四歩同歩5四銀打ちと、まあちょっとこれ受けにくいんですよね。これはちょっとね3八飛車とかですとね、まあ飛車こう攻撃がずれちゃいますしね。例えば5四歩とか打たれても銀が追われてもね、なんか攻めが続かないということで、まあ受けてられないということで、攻め合いなんですけれども、まあ、3九角成となりまして、5七歩一緒に5七歩と。まあ大きいですね。これは後手のペースになったでしょうね。同飛車なら、まあ飛車取って王手で打つと厳しいですし、同金なら4九銀というのは手筋で、まあこう飛車と金がね、非常に負担、お互いに負担になるような形になります。まあ、実戦は5七歩に、1八飛車と逃げたんですが、露骨にね2七銀と打ちまして、これが飛車取りなんでね飛車が取れる形ですね。で先手の王様がねこのやはり角が動いてないことで王手の飛車打ちめちゃめちゃ弱いので、うん、これははっきり先手優勢ですね。あ、先手後手優勢ですね、すみません失礼しました、後手が優勢になりました。ここでね後手よりは先手の方が勝負手ですね。まあ銀を成って同金で5四金と打っていってもですね、
あとヘボに同金同銀で飛車を取られるような感じになって、対局中の時も言ったんですけどね、こう金銀を打っていく攻めっていうのは見た目迫力はあるようでも、まあ、取って取ってみたら駒がね、入るんですよね、金銀がね、なんか攻めてくれば最悪受ければいいし、もっと言えばこの金銀を使って反撃もきついですよね。でまあ、一番の理想、まあ、これも対局の時に言ったんですけど、と金でね攻めれれば、と金とかでこう例えばこの辺と金ができて、こう歩で歩とかにと金とかで銀が取れますと相手に渡す駒が歩なのでね、非常に攻めとして厳しいんですが、まあ、金銀を打っていく攻めっていうのは、まあ、意見がねあるように見えても実はね、対受ける方もこう戦力が整うので、だからこの5四銀打ちっていうのは迫力があるようでもね、ちょっとまあ効果のほどはねどうかと。まあ、というわけでね、普通に指すんでは飛車取られるのがきついんで、もう4五桂はすごい勝負手ですね、4五桂はね、同歩に、4三銀成となりまして、同金に、ね、金取ってこの金を4四に打ってきたんですね、これはもう強引に角を生かそうということですね、角がこうやっぱ独展開になりたいと。まあ、ここでね、私も同銀だったんですけど、金引く手もありましたね。これね、対局中もちらっと言ったんですけど、これも手筋だったかもしれないです。こちらもあったかもしれないです。こうやりますとね、3三金、同桂、4四銀で出てくるんですけど、この瞬間に飛車を取れば、まあ、仮に3三銀成となっても、角がね、どいてないのでね、この瞬間に王手で先打ちできるんですよね。まあ、これ4二成銀にも同玉で詰む形じゃないですから、こちらの方が、私の方としてはもしかしたら良かったかもしれないです。まあ、実戦は4四金に対して、まあ、シンプルに同銀と取りまして、まあ、同銀、これ悪くはないんですけどね、同金と平凡にこう清算しまして同角と、まあ、ただ先手もね、勝負手のおかげでこう角が、まあ、脱出しましたんでね、はい、で1八銀成、まあ、飛車を取ってね、まあ、攻め合いはちょっと後手がね勝ちそうな感じはやはりあるんですけどね。で5三角成と、さあこの5三角成がね迫られてるようで、金銀だけですとまだ詰まないので、先手の様にね、攻めていくターンが回りました、4九飛車と打ちました。そうですね、ここがまあ先手の方としてはね、まあ微妙でしたね。王様入ったんですけど5九歩と、まあちょっとね最後の一歩で打ちにくいですけど、打っとく手もあったと思います。こう打ってね、同飛車成なら6九金打ちとね、まあただ仮にこう進むとしてもね、竜逃げられてても銀1枚なんでね、まあちょっと後手の王様に攻めが遠くなっちゃうんでね、まあただまあこの方が粘りがあった、まあ場合によってはね、私も迷いをね誘うこともあったかもしれないですね。本来飛車に王様を上がったんですけれども、この時に8五桂が、厳しい活用になりましたね。で後手の方がこう金銀銀桂と思ってるんで、この桂張りがね詰めろになっているんですよね。こちらの方を封じてるのも大きくて、こう次に7七銀と打ちまして、同桂ですと同歩なり同金同桂なりじゃなくて、こういうね桂馬抜くとこう8九金で詰むんですよね。飛車がいますから王様寄って9九金8八玉8九飛車と、この形が詰みの形であるんですね。ですので7七はね桂馬が動くと8九金があるので、銀打たれると、まあ、先手は同金と取るしかないんですけど、同歩なりでやはり桂馬で取ると刺激で、同金ですと、まあね、金銀持ってますから銀を打って、まあ、本譜と実は似た形で詰みがあります。でなのでね、この8五桂で、先手もね、まあ、金銀持ってるんですけれども、後手の様に詰みがなくて、実はねこの王様をね受けるのも難しいということで、まあ、これでちょっと勝負あったかなと。まあ、実戦は相手の方ね8六銀と、まあ、抵抗したんですけれども、構わず7七銀と打ち込みまして、同桂でしたらやはり8九金ですね。この桂が動くと8九金常にパターンです。実戦は同金と取ったんですが、同歩成、同桂ですと金なので同銀、ここで決め手がありますね、7六桂と打ちまして、同銀と取るか玉を寄るしかないんですが、玉を寄れば9七に金を打つ手がありまして、同桂に地球銀と、基本的には桂馬が飛ぶとこの飛車が生きてくるんでね、詰む形が発生します。まあ実際は7六桂に同銀と取ったんですが、7七金と打ちまして、
同桂なら8九金、まあ、実は同金と取ったんですが8九銀と、7九銀と、打ったところで相手の方の投了となりました。銀打ちの手に対して、ね、投了なんですが、もうこれはね、王様が逃げる場所が、まあ、こちらにはいけないのでね、2つしかないんですけど、どちらに逃げても9八でも7八でも8八金と打てば詰みということで、最後はね、まあ、これふだけということで綺麗なね即詰みで決着となりました。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、将棋を指しましたという解説編をお届けしました。今回は矢倉戦ということでね、まあ、矢倉は私が一番好きな戦型なんですけれども、まあ、今回は相手方が急戦策に出たことでね、まあ、中盤からこう一気にね激しくなったんですが、まもなくこう速度計算ですね、自玉と相手の玉のバランスを見て、スピードを見てですね、まあ、一手勝ちすることができました。まあ、急戦策というのはね、どんどん攻めてこられる、当然相手が攻めてこられるんでね、怖いんですけれども、まあ、急所を見極めて、まあ、本局で言えば角をね、で使って牽制したりとかですね、まあ、そういったテクニックをいくつか覚えていくことで、まあ、多少ね、相手の攻めに対してね、うまく対応することができるようになってくると思うので、ぜひぜひ皆様の実践の参考になればなと思っております。